これが最初に伝えたかったこと、それから守備の強度のところも前からしっかりプレスをかけること、それをもっとやっていかないといけない、そんな話をしていました。受ける、合わせた、よく触りました。小畑ナイスキーパーですね。サムエルファーサイドで合わせましたがよく防ぎました。小畑出足もいいですね。大分はそうですね、切り替えの部分も早いですよ、はい、梅崎残っている、頭でヘッド正面キャッチしました。小畑、町田が指輪の後をフォロー、ちょっと松下座り込んでましたが立ち上がって、町田、井上上がってきた、井上からのクロス、フリーになってる、指輪正面ですか、今日は正面に行きますね。内田跳ね返して、その後井上が拾いました。大分中でサポート、前半とはあまり変わってないようには見えますけどね。坂パセのヘディング、これもまた触りましたね。三沢に関しても非常にこう前で競って低かったんで難しかったんですけどね、大分が、でも大分が揺さぶります。指輪、おいや前向いた、スルーパス、金崎、金崎1対1、うん、よく触った小畑。いや今日は小畑当たってますね、あこれは今ね、小屋のターンからいいスルーパス、本当にこの関係でねいい形作りましたけど、やり手一本でよくと、富樫が出ていきます。おー取った富樫、中山がいましたがいませんでした。プレコントロール金崎、香川、小屋がフリー、小屋勝負、小屋が狙う、よくカバーしました。勝ちすか、ナイスカバー、いやこれはもう攻撃守備素晴らしい、トラップから繰り返ししっかりとコース狙って、まあ、これ触ってなかったら、まあ、ポストに当たってどうかっていうような際どいシーンでしたよね。勝ちすかよく戻りましたね。この小屋うまかったですね、しっかりコース狙って流し込みましたけどね。このプレーは今仙台に勇気与えましたね、はい、まあ、ペレイラ右っていうのも ありますけどね、こういうところですよね。裏を取ってきた、コントロール左足、あーっと外しましたか、